大阪メトロ中百舌駅の改札前に一昨日オープンしたこちらのコンビニ。入り口には改札のようなゲート、そして店内は商品のみ、レジは見当たりません。事前にスマートフォンの LINE アプリからクレジットカード情報などを登録し、スマホをかざして入店、商品を選んで店舗から外へ出れば自動的に決済されるというウォークスルー型の無人店舗です。店内の天井に設置された15台のカメラが利用者の動きを確認し、商品棚の重量センサーと合わせることで誰が何の商品をいくつ手に取ったかを AI を使って識別します。ではウォークスルー決済のコンビニ、一体どんなものなのか早速行ってきます。あ、いた本当に誰もいない、レジも何もない。このまま出ていいんですか？本当に怒られない？おしぼりもらっとこう。嘘このまま出ていいの？本当に登録した LINE を見ると、見て、私が買ったおにぎりとお茶、決済完了、275円、ちゃんと出てますよ。不思議ですね、バーコードかざしたわけでもないのに。もちろんレシートも発行されます。最短5秒で買い物完了というこちらのコンビニ、利用した人は、第一印象いかがでした？すっごい楽だなっていう、手ぶらでも本当にこのまま入ってパッと出てくるだけなので。普通のローソンだと結構混んだり並んだりすることもあったんですか？そうですね、なんで諦めちゃったりとか、ここだったら朝パッと帰るので朝ごはん諦めなくてよくなりました。意外とスッとで、QR でピッてやる、あのキャッシュレスやったんですけど、それも結構あの時間かかってたんで、ね、時間ない時とかパッとできるからいいですねどんどん進化するお金の払い方。開幕まで半年を切った大阪・関西万博でも、万博会場内の店舗でこのように商品を購入する際には顔認証だけで購入することができます。会場内の一部店舗で万博電子マネー、ミャクペなどに登録した人を対象に顔認証を活用した決済サービスを提供する予定で、手ぶらで買い物ができるようになるといいます。私たちの未来のお金の払い方はどうなるのか、専門家は、テクノロジーはどんどん人をこう 楽なものがこう普及しますから、技術は確立されていますので、お金をこう落とすところでそういうものがどんどん普及していくんじゃないかなと思っています。